西武高橋メジャー移籍を実現させるための数字を掲げる。高橋、来年は200イニング30試合は投げたいですし、僕の構想ですけどコーチと相談しながら中5日くらいで投げられればとメジャー移籍を見据えた目標を語った。千賀と山本いなくなったしタイトルなんかしゃ狙えるんじゃない？もう見た目からしてメジャー行きたそうだもんな。来年も行かせてくれるか微妙だと思うけどな。高橋行ったら何回前も行きそうで怖いんだけど。なんか噂はもうそうだけど、日本でタイトルとかチームをエースとして優勝させてからメジャーとか行ってほしいわ。でもまさかずっと防御率4点台だった投手がちゃんと伸びるとは思わんかったな。西武は本当に出たがりばっかだな。だから強さが維持できないんだよな。高橋のメジャーはぶっちゃけ見たいわ。通用しそうだしな。こいつはメジャーで失敗しても西武に帰ってきてくれそうな気がする。高橋、今井、タイヤの3本柱で1回くらい優勝させてくれよ。ご視聴ありがとうございました。